本塁打王や打点王複数回獲得したこともある巨人軍の主砲岡本和真。その打棒を期待され、2023年の WBC の日本代表にも選出され、本塁打を2本放つなど優勝に大きく貢献しました。今や巨人軍どころか日本球界を代表する強打者である彼は、昨季から巨人の主将として、そして4番打者として、今季すでに2桁本塁打を挙げ、チームの上位躍進に貢献しております。そんな岡本は昨今の自分の活躍を、巨人の首脳陣のこの人のおかげだと感謝しています。そこで本日は、岡本が驚きを隠せなかった巨人関係者の手腕について紹介していきたいと思います。完璧な監督はいない。プロ野球の父である巨人の初代オーナー正力松太郎氏が掲げた巨人軍憲章の中には、巨人軍は常に強くあれとあり、常に強いチームであることが巨人軍として当然でありました。しかし昨季2023年シーズン、チームは最終成績4位に終わり、優勝どころか A クラスを逃し、その責任を取るという形で原監督が優退しました。今季は阿部新監督が指揮を取り、堅実な野球を武器に勝ちを積み重ねています。オールスターまでの前半戦で首位で折り返しており、混戦したセリーグの中で優勝争いを繰り広げています。阿部監督の掲げる守り勝つ野球をモットーに、昨季の課題であった投手力を中心にチームの守備力の改善に力を注ぎました。その改革の結果、投打が噛み合うようになり、勝てるチームになった巨人。優れた選手運用で勝利を挙げる巨人を率いる阿部監督の手腕を評価する声は多く聞こえます。しかし采配に関しては、たくさんの批判的な意見が他方から上がっています。その最たる例として話題に挙げられるのは、5月28日の交流戦開幕戦。この日は巨人の伝説の OB で世界の本塁打王である王貞治の偉業を称える王貞治デーであり、実況中継では放送席に王氏や原前監督が座るなど、 OB も注目する試合でした。ソフトバンクに先制を許し、1点を追う巨人は6回に無四一三塁のチャンスで、打席には俊足強打のオコエがバッターボックスに入ります。併殺でも同点になり、ヒットが出れば逆転まで見える。この後期に阿部監督が出したのはセーフティスクイズのサイン。オコエがバットを寝かせた時、実況席の大志と原氏は絶句し、バントで三塁ランナーが本塁生還できなかったのを見て呆れたような声を上げました。続く後続も倒れてしまい、結局この試合は2対0で敗れてしまいました。原氏も言葉を失うような、この采配はネットでも物議を醸しており、阿部監督の采配に疑問符を浮かべるような声も少なくはありません。このような優れた選手運用と監督初年ということもあり、まだ発展途上な采配、阿部監督の評価については賛否両論ではありますが、巨人の選手間では阿部監督のとあることの手腕が信頼を集めています。不動の信頼。毎年一流の打撃成績を残している岡本ですが、シーズン中の好不調の波が激しい選手であり、今季も6月後半にはチャンスの場面で凡退を繰り返すなど不調に陥る時期もありました。チームの主砲がなかなか調子を上げてこない中、阿部監督は一時岡本を4番から外すことを考えたそうですが、ここまで全試合で4番として起用をし続けています。その理由は、現役時代岡本と同じく巨人の4番を打っていた阿部監督だからこそ4番打者の重責を理解しており、岡本はその重責を跳ね返して期待に応えてくれると信頼しているからでしょう。その信頼に応えるように阿部監督が4番降格を示唆したコメントを残した翌日、決勝点となるタイムリーを挙げ、監督に自分こそが4番だと示してみせました。さらには7月12日の試合後、監督インタビューの中で、この日
本塁打を放っていた岡本の打撃についていい打席だったと、本塁打については褒めながらも凡打もしましたけどと手放しには褒めませんでした。他の日のインタビューでも、期待している選手が活躍しても褒めすぎなかったり振るわなかった時には厳しく苦言を呈したりすることが多く見受けられます。特に有望な選手にはこういった厳しいコメントをする場面が見られます。これは阿部監督がこの選手ならもっとやれるはずという期待の表れであり、この日の岡本へのコメントもそれだけ彼のポテンシャルをこんなもんじゃないと見ているということでしょう。またその日のインタビューの締めの言葉でファンに向けて応援のコールであるレフトへ放り込め岡本をライトへ放り込め岡本に変更してほしいという冗談半分のお願いを出しました。ただジョーク混じりとはいえ、この変更のお願いは力任せに引っ張るのではなく広角に打ち分けなさいという岡本に向けたメッセージであり、またレフトに放り込めという言葉を意識しすぎて力みすぎないようにしてあげてほしいという親心から来るセリフでしょう。このように阿部監督はドライなように見えて選手のことを気にかける様子も見られており、そのような監督の姿に岡本も驚きながらも嬉しさを感じているのかもしれません。師弟関係。現役時代の阿部はチームの扇の要である捕手を務めながら主将に座り、さらには4番打者として高い長打率を誇り、リーグ最強打者の一人でした。晩年は身体への負担から一塁手にコンバートしましたが、転向後もレギュラーとして高い打撃能力でチームを引っ張っていきました。クリーンナップの一塁手としてチームの主軸を張るその姿は、岡本が目指すべきを手本としてまさに最適でした。実は阿部と岡本はロッカーが隣同士であり、守備位置も同じだったため自然と師弟関係になりました。現役も終わりが見えていた阿部は、未来の巨人軍の主砲に自身の打撃技術だけでなく4番としての在り方を叩き込みました。阿部が引退を発表したとし、岡本は驚きを表すとともに感謝の言葉を口にしました。また自身の引退会見で岡本について聞かれた阿部はこのように語っています。チームが敗戦した際に自分が打たなかったから負けたと岡本が口にしたことに、当時23歳だった若い岡本がチームの柱の4番として責任感を持って打席に立っていることに阿部は強く感心し、将来の巨人にとって心強いと語っており、この頃から弟子の岡本に大きな期待をかけていたことが読み取れます。また阿部は引退後二軍監督になりますが、当時の元木ヘッドコーチが療養のため入院したので一軍ヘッドコーチに抜擢。岡本はその時阪神の大山と熾烈なタイトル争いをしていました。調子を落として僅差で大山を追っていた岡本に阿部は直接指導を下し、それをきっかけに岡本は打棒を復活させ、その年は本塁打と打点王の2冠に輝く活躍を見せました。そんな深い師弟関係で結ばれた阿部と岡本、岡本は今シーズンも4番として師匠である阿部監督を支える活躍を見せており、今年度にその師匠を東京ドームの中に胴上げすることができるのか大きな期待がかかります。いかがでしょうか。阿部監督が現役の頃から今現在に至るまで、岡本と阿部は深い師弟関係で結ばれていました。采配が批判されることもある阿部監督ですが、確かな選手運用で昨年 B クラスだったチームを勝てるチームに変貌させました。4番打者の岡本も師匠と仰ぐ阿部監督は、就任初年度を優勝という華々しい門出にすることができるのでしょうか。これからも阿部監督の手腕に期待していきたいですね。このチャンネルはこれからもプロ野球が盛り上がっていくことを期待して注目記事に迫っていきたいと思います。この動画が良いと思った方はいいねとチャンネル登録をお願いします。